この芯のところを少し落とします。アクを取ることをエキュメって言うんですけど、モンマルトルチャンネル、いつもご視聴いただきありがとうございます。上村です。今日皆様にご紹介するお料理です。アンディーブブレゼ、なんだそれって思う方結構いると思うんですけど、フランス料理だと家庭でも作ったりとかもしますし、お肉とかの付け合わせにしたりする、はい、アンディーブ、これですね。英語名だと確かチコリです。フランス語だとアンディーブになるんですけど、まあ、ちょっとほろ苦い冬のお野菜ですね。はい、まあ、でも年間通して、いつでも購入はできるお野菜であります。これを一番シンプルにブレゼする。ブレゼって何？ブレゼって辞書引いたら蒸し煮って出てくるんですけど、なんかちょっと違うんですよね。蒸し煮って何みたいな。なんか日本のこの言葉ではなんかうまく表すことができないような調理法、それを今日はちょっとご紹介したいと思います。じゃあ材料紹介ですね。まずアンディーブ、今日はちょっと4つぐらい用意してます。で、レモンは絞ってレモン10だけ使います。あとタイムを少しとローリエ、これまあなくても大丈夫ですよ、好みです。あと浄水、お水ですね、に白ワイン、あとはバター、無塩バターに塩と胡椒とお砂糖、これだけでできます。まあなんか白菜みたいな感じのイメージ、白菜の煮込みみたいなイメージですかね。では早速調理していきたいと思います。最初にアンディーブ、この下処理ですね。でアンディーブは、まあ、なんかモンマルトルの YouTube チャンネルでも何回かご紹介してるんですけど、サラダとしても食べれます。だから結構有名なのがアンディーブとブルーチーズのサラダとか、あとはこのアンディーブってこの、ね、これ器にして、このちょっとこの芯のところを少し落とします。ここは落としちゃいます。そうするとポロッと周りが取れるんで、でこの部分を使って例えばなんかカナッペみたいにここになんかチーズ入れたりとか、なんか魚介類入れたりとか、まあ何でもできるんですけど、これをこう、ね、入れて並べるだけでも使えるお野菜ですね。なのでこの周りは周りでサラダ用とかで別で取っておきます。その後今日これ丸ごと煮ようと思ってます。はい、一応やり方的には半分に割って半割りで煮るっていうのもあるんですけど、そうすると、まあ、火が入るの早いです。丸ごと煮るとちょっとその後いろんな料理にも使えるんで、今日は丸ごとやるんで、その場合ここの芯の部分ですね、ここが火が入らないって硬くなるんで、ここの部分をちょっと包丁でくり抜きます。こういう感じで、こういう感じです。くり抜くと、そうするとここからもう火が入りやすいんで、こういう状態にしていきます。包丁これ気をつけてくださいね。こういうのやるときは必ず親指を添えて、このこれ以上いかないところで、でその後くるっと回すだけです。くるっとくり抜く、こういう感じになります。これ用意できました。これが掃除したアンディーブと、これはサラダとかに使うよう、別料理で使えるようです。はい、では、最初鍋です。鍋火つけます。このアンディーブを火入れるんで、なるべくちょっとこう広めの鍋用意してください。そしたらやっぱり均一に火が入っていくんで、この鍋の選択も結構大事です。で最初にバター、分量のバター入れます。でアンディーブはちょっと高級なスーパーとかでも売ってますし、沖縄でももちろん手に入ります。でアンディーブベルギー産とか、 なんかヨーロッパの方が、多いと思います。日本のものってあんまり見たことないんですけど、もしかしたらあるかもしれないんですけど、やっぱり気候的にとか土の問題でやっぱヨーロッパのものが多いですね。でこのようにバターが溶けてきたらアンディーブを入れていきます。ちょっと軽く表面、まあ、色つけるっていうか、ちょっと軽く焼く感じです。バッチリ焼くっていうよりは、少し、まあ、焦げ目がついてもいいんですけど、
で、アンディーブってほろ苦い野菜です。はい、大人の味っていうか、僕大好きです、はい。あとよく合わせるのが、フレンチだとオレンジとかオレンジのジュースとかと合わせたりとかして、オレンジ風味にしたりとか、あとはお肉の付け合わせだと鴨とかとよく合わせたりしますし、フォアグラと合わせたりもできますし、結構いろんな、なんか付け合わせ、これ自体が主役にもなるんですけど、あとそうですね、冬だと、フランスだとあのアンディーブに、ハムとかチーズ乗せて、でホワイトソース、あのベシャメルソースです。乗っけて、グラタン、アンディーブのグラタンとか、もう美味しいです。あ、でも、あの、すべてのこの、基本となるか、なるっていうか、あれこのブレゼルですか。これをやってから、いろんなものに変形できるんで。で、バターがこう、ぐずぐずしてきたら、火をちょっと落とします。少し弱めにします。で、こう弱火でバターが焦げないように、アンディーブを色づけて、こんな感じですね。あ、美味しそうですね、もうこの時点で。表面少しこう、バターの焼いた感じをつけた方が好きです。で、ここに全体的に色がついたら、白ワインです。白ワイン。跳ねるんで気をつけてください、これ一気に入れると。で、白ワイン入れたら、ちょっと火を強めにします。で、まずこう、わーっと沸かせて、白ワインのこのアルコールをまず飛ばしていきます。そうしたら、お水、浄水を入れていきます。まあ、大体、頭が出るぐらいの量。はい。ここに、お塩。お塩はまずは、一つまみ、二つまみぐらいに、お砂糖。お砂糖は、入れない人もいるんですけど、この、苦いんで、ちょっと入れた方がバランスは良くなります。で、こう完全に沸騰したら、必ずこうアクが出てくるんで、まあ、料理何でもそうなんですけど、このアクですね、これは作ってあげます。この辺のね、細かいフランス料理だとアクを取ることエキュメって言うんですけど、こういうことをちゃんとやるかやらないかが結構やっぱり最終的に味に影響が出てくるという、ね、それがやっぱり料理は愛情なのかなと僕はいつも思ってますね、はい。で、沸騰してアクを取ったら、この時に弱火にします。そこでローリエちっちゃいの1枚、あ、これなくてもいいです。タイム一枝で、レモンですね。レモンを少し絞ります。少しでいいですね、レモン。一旦ここで味見します。ちょっと甘じょっぱいみたいな、そういう感じです。もう少し塩入れます。そしたら、落とし蓋していくんですけど、まあ、こういうクッキングシートとかあるととっても便利です。これで、ちょっとこう、鍋の中心からの距離を測って切ります。真ん中も落とし蓋と丸い落とし蓋ができる。これを乗せて、この大きさだったら最低でも30分はこのまま弱火でポト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 煮て、たまに10分に1回ぐらいこう上下変えてあげたりとかっていう作業をしていきます。10分ぐらい経ったところですね。一旦外して、で、ひっくり返します。これでまた10分ぐらい落ちします。10分おきぐらいにこう上下こうひっくり返したりしながら、今だいたい40分ぐらいです。40分ぐらいと、おお、いい感じ、いい感じ。見てください、このトロトロ、ほぐれてきました。
で、この芯のとこちょっとこう串を刺すとスッと入る、抵抗なくスッスッスッ、これがあの柔らかくなったあの見極め方です。僕らよくこう竹串使ったり金串使ったり、金串はこう温度を測るときですね、お肉にどれぐらい火が入ったかなと、温度、中心温度を測ったりするときは金串、こういう柔らかくなったかどうか見るときは竹串の方がいいです。で、先ほどもあの話したんですけど、これでこっからあのいろいろ加工することができる料理です。これはあの例えば小麦粉をつけてムニエルにする、オレンジジュースと一緒に煮詰めるとか、まあ、いろんなことができます。でもこのまま食べることももちろんあります。またはハムとかチーズのせてグラタンにする。で、今日はもうシンプルにこのまま盛り付けます。めちゃくちゃトロトロですね。美味しそう。ちょっと煮汁、パセリ刻んだのとかあったら、タイムと一緒に、はい、完成です。アンディーブブレゼ、シンプルなアンディーブブレゼ試食させていただきます。では試食させていただきます。アンディーブブレゼいいですね。僕アンディーブ大好きなんで、はい、今日はもうこのシンプルにブレゼしただけのアンディーブなんですけど、ね、これを例えばこれ保存も可能です。タッパとかに入れて、冷蔵庫とかでも、3日4日全然持ちますし、水分ちゃんと取って小麦粉をつけて表面パリッと焼くっていうのをムニエルにする、これもおすすめです。まあ、いろいろ生で食べても美味しい、火を入れても美味しいっていうね、素敵な野菜ですね。ではいただきます。うわ、美味しそう。めちゃくちゃ柔らかいです。このね、アンディーブってなんかこう苦いんですけど、これがいいんですよね。とってもなんだろうこの野菜。僕フランスでアンディーブ食べた時、あ、そう、フランスで食べるアンディーブはまた全然違う味がします。いただきます。うん、美味しいですね。なんかやっぱり冬にいいなっていう感じ。うん、そうですね。で、お肉の付け合わせとかによく使われるんですけど、やっぱり鴨とかフォアグラとかなんかそういうのの付け合わせに使うのが僕はなんかおすすめだと思います。これに合わせるワイン、今日はこちらですね、アレクサンドル・バン・ロワールのこれはマドモアゼル M の2015年、僕の大好きな生産者なんですけど、うん、なんかこうちょっとトロッとした感じと、ソービニヨンブランなんですけど、いい意味でソービニヨンブランらしくない、はい、あ、でちょっとこう甘さっていうか、トロッとした感じがあるんで、とってもこのアンディーブと相性がいいと思います。いいですね、最高ですね。うん、何杯でもいけますねこれ、はい、すごい美味しいです。はい、はい、今回のアンディーブブレゼ良かったなと思う方はぜひチャンネル登録、そして、高評価ボタンもお願いいたします。そしてモンマルトル今スタッフ大募集中でございます。料理勉強したい方、ワイン勉強したい方、フランスに興味がある方、もうそういった方、やる気がある方、経験問いません、はい、一度必ずこちらの方に興味がある方はご連絡ください。お待ちしております。では今後ともモンマルトルチャンネルをお願いいたします。ありがとうございました。